皆さんこんばんこばは直,言直言の時間です、えー、今日はですね、えー、尖閣諸島の危機政府の危機、えー、こういったことでお話をしたいと思います、えーまあ、先日私たちの私も石垣島まで行きましたけれども20回にまでは行きましたけれども3隻の船で、えー、私たちの仲間の石垣の漁師さんたちが尖閣諸島の桑島魚釣島北小島南小島 ここういういところにに業活動に行ってくれました魚も大変たくさん取れて、まあ、大量だったわけでありますが、えー、皆さんご存知のように中国高専が領海に侵入してきたとこれが日常化している状況が漁師さんたちの撮った映像で明らかになりましたもう今や、えー、海上保安庁、えー、まあ止めるつもりがない領海侵犯を止めるつもりがないただ 声をかけて、業界に入らないように警告するというような形、お願いをしているだけですけれども、えー、実際には、好き放題に今入って、好き放題に魚津島の近く、海上保安庁の船よりも魚津島の近くに停泊して、我々を見つめるような状態、これは映像でも皆さん、ご覧になれる、なってきたわけであります。えー、ある海上保安官は、こう言いました。 2年以内にはもう中国のものになっているこれは本当に有意識問題でありますがその彼が言っていることは実際正しいと思いますずっと言い続けてきました我々は33回この,あの尖閣諸島の務活動を行ってまいりましたが予想通りに動き予想通りの状況になってきました何もないやらない政府 ことなかれで過ごしていた政府、まあえー、海上保安官を責めるわけにはいきませんつまり命令は止めるな、ね、ということでありまして事なかれをやれということを、えー、相手を刺激するなこういうことしか言わなかったわけであります。 そして今、中国共産党が共産党大会を終えて、まあ、いわゆる胡錦涛派、まあ、共産主義青年団派をことごとく、まあ、中央委員政治局委員から追放したと習近平の一派だけが占領、占有するようになりましたこれは、まあ、習近平派の焦り、あるいは危機感、アメリカからの 働きかかけあの半導体の規制とかでさまざまな形の経済規制を受けて苦しんでいるそういう中でアメリカがバイデン政権あるいは共和党の方も望んでいるのは、えー、習近平のような、まあ、いわゆる毛沢東主義的な流れこういうものよりもあるいはアメリカを圧倒してその 力を奪おう、ヘゲモニーを握ろう、こういう習近平の流れよりは、えー、お互いにステークホルダー、共産相手として、えー、共存する、えー、こういった胡錦涛系の、えー、政権をアメリカは望んでいたわけであります、えー、共産党を潰そうなんていう根性はさらさらありませんし、もうできない状態まで、まあ、来ているわけであります。 そういう中で胡錦濤氏が、えー、多くの国民の面前で、えー、退席させられたおそらく、まあ、今言われているのは、えー、そのメンバーを変える、えー、李克強や、えー、こういう人たちこういう人たち、まあ、いわゆる共産主義青年団、えー、あの共生派これを排除するこれのは直前に決められたそして胡錦濤にはそれも知らされていなかった。 でこういう中で、国キン氏は、えー、体調不良という、まああのー、名前というかです、ね、名称で退場、えー、させられていくこれはまざまざと、えー、習近平体制の確立というか、えー、強引なやり方を、まあ、示したわけでありますそういう中で、えー、いろんな意味で圧力がある経済状態も今大変よくない世界経済もそういう流れになっています。 胡錦涛氏を追放した習近平が党内の確立権力の確立メンツを国民に示すこういう中で何が一番や,やりやすいかというのは皆さん台湾ではありません尖閣諸島でありますこれが当たるか当たらないか可能性ということでありますが少なくとも台湾にすぐちょっかいを出す武力侵攻するこういうことはまず考えられない台湾も 米国もこういうことは許さない、そういう姿勢をしっかり示しているから、しかし、我々の国は、北朝鮮がミサイルを撃とうが、えー、戦艦水域に5発のミサイルを撃ち込まれようが、何も言わない、ただ抗議をするだけの、えー、日本政府、えー、日本政府、岸田政権に至っては、その5発撃ち込まれても、えー、国家安全保障会議、NSC を開こうともしなかった。 開くと中国が非常に怒るかもわからないこんな腰の抜けた日本の主権国家としての誇りも持たない政治家どもが今の尖閣諸島を守れるわけがないわけでありますだからこそ一番やりやすい形で中国国民にこれを示す尖閣諸島が一番やりやすいそして実利もあるつまりまず 想像できるのは、えー、大量の200隻以上の100トンクラスの漁船を尖閣諸島周辺で漁業活動させる、海上保安庁は手も足も出ません、我々の船、えー、石垣島の漁師の皆さんの漁船ももう行くことはできなくなります、こういう体制を日常化していく、11月、12月ですね、えー、こういうことが可能性があるということで、そしていざとなれば上陸をする。 漁船と称する、実際には自民海保軍の民兵ですね、こういう人たち、元自民海保軍の、こういう人たちに上陸させる、海警も上陸する、われわれの国は強く抗議はしても、何もできない、こういう状態が起きるわけであります。政府はこの厳しい尖閣諸島の状況を知らせようとしません。相変わらず海上保安庁が頑張って 守っているそして海上保安庁の予算も増強するこういうことを言いながら現実には中国に尖閣諸島を譲ろうとしているあるいはせめて共同管理ぐらいにしてもらおうとこういった腰の抜け方をしているアメリカもこんな状態では安保条約適用という形で、えー、助けるわけにはいきません助けませんななぜならアメリカは えー、尖閣諸島の領有権を日本にあると認めてはいないからです、実効支配をしているところがそこになる、こういう見方ですから、安保条約も適用できない、そうでなければ中国と戦わなきゃいけませんから、アメリカはこういうところで中国と武力衝突したくない、台湾もあるわけですから、そうなると見捨てる可能性がある、強く抗議とか脅迫とか、船を送るということはあっても、 一切自分が戦おうとしない日本に対してはそういった意味での本気の助けをするわけがないわけでありますこの現実を皆さんよく理解していただきたいと思いますにもかかわらず私たちは、えー、まあ天候とかそういうのもありますが尖閣諸島に再び11月漁業活動に出かけたいと思っております、えー、ぜひ皆さん応援をしていただければと思います、えー 改めまして、えー、このご支援先をご紹介します。がんばれ日本全国行動委員会内の尖閣諸島を守る会、業務活動を守るために支援してくださる方、えー、下の口座、えー、三菱 UFJ 銀行公演自治店、普通口座0059741、口、えー、座名義、がんばれ日本全国行動委員会、尖閣諸島を守る会、 または尖閣諸島を守る会に、まあ、お振り込みいただきたい、えー、お,振りお振り込みをいただいたときは必ずあの氏名や住所、これをお知らせいただきたいと思います、えー、無記名では、えー、使うことができません、私たちは厳密に法律を守ろうとしてますので、こういうことはしませんので、ぜひよろしくお願いします。これが、えー 漁師さんたちの、まあ、ガ,ソリガソリン代というか重要ですね燃料費や日当が全くゼロになっても戻ってきても大丈夫だよというこういうものを保証するお金になっております是非皆さんのご支援改めましてよろしくお願い申し上げますさあ、えー、水曜日にですねこの間行ったあの尖閣諸島えこれの 特別番組をまたお送りしようと思っております。その一部のまあものをちょっとご覧いただければと思います。下で流れている後ろに流れているのは、まあ私が呼びかけるあの故郷の夜という形でですね、作詞をいたしました。そして作曲は川内万恵美さん。

しいほどに「時はきむなしい」 した日に、えー、伊藤さんという方が山まで登っていただきまして、えー、日の丸を、えー、岩壁に貼り付けてくれました。こういうことができた時代もあったわけです。10年前であります。えー、私とですね、あのこの間も紹介しました私と、えー、まあ佐野久美さんあるいは10人ぐらいの地方議員さん一緒に、えー、泳いで上陸をいたしました。えー こういう漁業活動も含めてです、ね、日本の主権を持った領土が今、中国に奪われようとしているむざむざ奪われようとしているこういうものに対して私たちは先祖にこ,のここで、まあ、現実には活動オ漆工場ある時は200名以上いたこの島を、えー、中国に奪われるこんな腰の抜けた政府 これに対して強い取りを感じるわけですそして政府がやらなければ私たちがやるこういうことでございましたが今私たち自体も、まあ、私自体は特に、えー、尖閣諸島に行けないような、えー、阻止される、えー、空港に来たらもうすぐに解放、えー、が待っているというそういう状態で監視体制の中で私は身動きが取れない状態になっております。えー、そういうい中で勇気のある、えー 石垣の漁師さんたちが11月にまた、えー、尖閣諸島に行こうとしてくれてます業活動をやろうとしてくれてます、えー、そういう意味で皆さんぜひ応援をしていただきたいと思います私ももちろん石垣島まで20回までは最低ていきたいと思っておりますではもう一度改めましてこれを言います三菱 UFJ 銀行ゼロゼロ五九七四一、頑張れ日本全国行動委員会尖閣諸島を守る会 つまりこうあの、頑張れ日本全国行動委員会の口座に振り込まれるとだめですからこちゃんと分けてますので、えー、尖閣諸島を守る会にお振り込みいただければと思います、えー、ぜひ皆さん、えー、よろしくお願い申し上げます、えー、そしてあの、えー、土曜日以降の,あの、えー、11月5日のあれでございますけれども、はい、これでいいのかな11月5日ですね。はいえー、日本 まあ大阪ですね大阪でやりますから、日本が危ない、大阪が危ない、岸田内閣退陣、日本維新の会、球団、大阪 IR、絶対反対、消費税ゼロ、実,施実現、これ、実はですね、岸田内閣は消費税も上げようとしている、インボイス体制も導入しようとしている、これに対して絶対に国民の命と暮らしを守れ。 えー、このために立ち上がりますぜひ皆さん立ち上がっていただきたいと思います時間は大阪市大,大阪市の難、えー、波高島屋前ですね14時から17時まで行いますぜひ皆さん、えー、関西の皆さんお集まりいただければと思いますもちろん私も、えー、行きますそして翌日も 十一月六日街頭演説会を、えー、天ヶ崎市兵庫県ですね行います藩維新選に参戦しよう維新の会は日本人貧困への道誠に、えー、この新自由主義的な人たち、えー、貧困への道をき開く人たちであります十一、えー、月六日日曜日表現天ヶ崎市議 尼崎、えー、中央公園内噴水、えー、南側ということですね尼崎、えー、駅北出口から、えー、すぐのところにあります、えー、ぜひおいでいただきたいと思いますもちろん私もここに行きますということで、えー、今日は尖閣の危機そして日本の危機これははっきりと尖閣が取られるということは政府危機まで行かなきゃいけない、えー、そういう状態であることをお話しさせていただきました今日は以上です